田中研究室では人間の体内で発生するさまざまな信号をナノレベルの電気デバイスで再現する研究に取り組んでいます。現在コンピューターなどで利用されているシリコンデバイスは微小化の限界に到達し、これ以上性能の飛躍的向上は見込めません。そこでさらなる飛躍を目指し、人間の脳に習った脳型コンピューターの実現が待たれています。例えばシリコンを使わずカーボンナノチューブとナノ粒子を用いたネットワークでニューロンパルスを模倣した信号を発生させることに成功しています。これを脳型コンピューター、さらには人工脳に利用することができないか日々検討を行っています。人間の脳はスーパーコンピューター並みの計算をわずか30ワットでこなすと言われています。将来脳型デバイスの進化によってもたらされる脳型コンピューターを活用する世界では、究極の省エネと高速処理が同時に達成できるなど無限の可能性と夢が広がっています。